上西先生にお尋ねをさせていただきます。先ほど先生のお話の中でもございましたけれども、昨年先生のご指摘を受けまして、働き方改革法案の審議の中で裁量労働制の拡大について不適切なデータ使用があったということで、法案から裁量労働制の拡大が削除されました。今回の不正統計の経緯を見ていたときに、私は大変厚労省の対応、また国会での政府の対応を含め、大変重なって見える部分がございます。今回の不正統計に至る、また昨年から森友・加計問題、公文書改ざん、大変根底に同じ基本的な問題があるのではないかということを私は思っております。一つとして、検証が十分に行われていなかったのではないか、また去年いろいろ起こったことについての問題が、また教訓として生かされていない面もあったのではないかというふうに思いますけれども、先生、さまざまな問題の根本的なところにどういう問題があるとお考えか、お聞かせいただきたいと思います。上西公述人。配布資料の1ページ目から見ていただきたいんですけれども、昨年の裁量労働制の問題も、ここにタイトルに書きましたけれども、不都合な事実に向き合いたくない。で、政府にとって都合のいいデータを使いたい、そういう問題として、裁量労働制の問題、それから今の統計の問題も共通する部分があるというふうに感じています。で、この時は裁量労働制拡大したかったんですね。で、拡大したいんだけれども、裁量労働制を拡大すると、長時間労働が増えてしまうだろうと、過労死が増えてしまうだろうという野党の指摘があって、その野党の指摘を覆すために、反論するために、いや、裁量労働制の方が実は労働時間短いんだよというデータが都合よく用意された。でも、この都合よく用意されたものは、全く比較してはいけないものを比較していたものだったんですね。で、一般労働者については、最長の1日の一番残業が長い日の、法定時間外労働を取っていた、そのデータと8時間を足した、で、裁量労働制の方は別にそういう限定なしに、普通に、平均的な社の労働時間を取ってきた、それを比べたら、当然、そう一般労働者の方が労働時間長くなるのは当たり前なんですよ、そんな比べてはいけないものを比べていた。で、この問題について、昨年、ちょうど今頃ですね、2月にずっと野党の追及が続いて、けれども政府側は、データは精査中だということで、ずっと硬直した状況が続きました。けれども、首相の答弁が1月29日で、2月の4日にはもう課長補佐は、課長かなは、調査票を見てるんですよ。課長ですね、課長は調査票を見ているので、最長の1日について取っているデータだということは、もうすでにその時点で分かっていたはずなのに、それが開示されたのが2月の19日になってからなんですね。だから、あの時も逢坂議員が、ここまでの私たちの野党の審議時間、返してくれとおっしゃってたのも、まさにその通りで、きちんとしたデータに基づいて、じゃあ、裁量労働制を拡大したいと言ってるんだったら、どういうふうに健康確保が図れるのかと、これまでの裁量労働制の働き方、どうなってるのかと、そういう事実に基づいて、きちんとした審議をすべきなのに、都合のよく作ってしまったデータをなんとか、政府側、あるいは官邸側の責任を問われないために、精査中ですというような言い訳で続けた、これは今と全く同じような構図です。で、昨年のこの問題については、検証委員会が立ち上がって、監査チームが報告してますけれども、4ページ目のところですけれども、残された課題として書いてまして、架線を引いてますが、今国会になってからこの問題が発覚してからの一連の過程は、検証の対象外だったんですね。なので、ここ、全く検証されてないままなんですよ。で、昨年、長妻議員が第三者の目で検証してくれということを予算委員会で求めていたんですけれども、加藤厚生労働大臣は、いや、経緯を聞いても何も不自然なことは思わないみたいな答弁をして、結局問題に蓋をしてしまったんですね。で、そういうふうに問題に蓋をし続けることが、森友問題でもいろいろと続いてまして、加計問題でも。で、なんかいつまで森加計やってるんだみたいなことを言われますけれども、まさにそこをきちんとしない限りは、専門的な審議、まともな審議は成り立たない、それが現状だと思います。
昨日でしたか、小川淳也議員が不都合な事実が出てきてもそれによって組織は揺らぐかもしれないけれども、きちんとそれを見つめることによって社会は揺るぎないものになるんだというふうに指摘をされた。これ非常に重要な指摘だと思っていて、今は組織を守るために、あるいは政権を守るために、都合の悪い事実をなんとか弦を曲げて取り繕ってやろうとしている。だからこういう硬直状態を招いているというふうに考えています。西岡さん、はい、ありがとうございます。今回の問題についても、昨年からの問題もそうですけれども、与野党のその政局の問題ではなくて、やはりこういうことが行われているということについて、やはりしっかりと解明をして、そしてこのようなことが二度と起こらない体制を構築していくというのが私たちの役割だというふうに思います。その中で